はい、ということで本日は2022年覚醒助っ人外国人オリックスラベロ選手使ってリアタイやっていきたいなと思います。ラベロ選手はオリックス純正では珍しい右のラインドライブっていうところでかなり魅力的な選手なんじゃないかなと思います。まあね、ちょっとミニとか低いのが気になるんですけれども、個人的には出てほしかった選手なので早速リアタイで使うために育成してきました。まあ撮影前にね、何試合か使ってみたんですけれども、現状まだヒット1本も打ててないので、今回のこの動画で初ヒット、まあ、さらにはねホームランも狙っていきたいなと思います。で本日はですね、ちょっと現役純正でリアタイやっていきたいなと思います。打順に関しましてはちょっとなるべくね開幕戦オーダーを意識して作ろうかなと思ったんですけれども、ラベロ選手をちょっと上位に置きたいなっていうところで、まあ、こういった感じのオーダーにしております。2番ファーストで使っていきます。それではリアタイどうぞ。はい、ということでラベロ選手の出番がやってまいりました。お相手の先発ピッチャーが山本由伸投手ですね。特殊能力は出なかった。さあここはしっかり集中していきましょう。さあこれは、いやー惜しいな。さあ、あもういや、もういや、はい、もう過去2試合ね打てなさすぎてちょっとね現役純正やめてきました。そしてラベロ選手は1番で起用してます。あーもう、はい、ではもう4打席目です。ちょそろそろ打たせてください。はい、ラインドライブ発動していきます。パワーが A の82。さあここはもう1本。 OK、相手の配球を読んで、速い球多いね。その速い球を叩いていきて、さあこれは、あーやっと出た。はい、ナイスバッティング、素晴らしい。相手の先発ピッチャーね、秋山投手ね、阪神純正ですね。さあここはしっかり見てね、相手のこと届けないですけど、大丈夫。ラベロ、よし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 、こういうのこういうの、これこそ右ライドラの打球です。いやーよかった